だってそばにいて幸せを届けよう For you 世界中輝く聖なる夜に出会えた奇跡をお祝いしよう降り積もる雪のような優しさで Oh my love I wish you a very merry Christmas tonight 寂しさも分け合えるなら Bless その笑顔守るよ内緒でサンタにお願い君の特別キャンドルに灯すように暖かい光を Always love you Celebrate Merry Christmas for you からじゃないけどいつもの二人を更新しよう君だけのサンタになれるのなら Oh my Oh my Oh my love 世界中輝く ありがとうございます。皆さんメリークリスマース。どうもどうもどうもミラフガでございます。ということでセカンドシングルね聴いていただきました。世界中にメリークリスマス、いかがでしたでしょうか。どうだったかな。コメントもたくさんいただいております。あ、最高の誕生日プレゼントになります。誕生日の方いらっしゃるんですか。おめでとうございます。おめでとう、誕生日おめでとうございます。すごいね。さあさあさあ、ということで今年なんですけれども、ミルフがメジャーデビューをさせていただきまして、本当にこの1年はいろいろと濃い1年になったなと思っております。あのね、月9のナイトドクターのオリジナルナンバーを、選んでいただきましたし、ゼップ羽田でもねライブをさせていただきましたので、本当に皆様のおかげで、一歩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 歩いてこれた1年となりました。本当に皆様ありがとうございます。どう、さあさあさあ、ということでね、今日は YouTube とツイキャスと LINE ライブの方で3つ同時配信をさせていただいております。皆様からのコメントね、各媒体でもコメント、ありがとうございます。思いますのでね、おめでとうとかね、ふがくんすごい嬉しいとか、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そうそうそう。ね、3つあるんです。3つ見るものがあって、そう、コメント皆さんね、どこでコメントしていただいても、僕、読めますので、ぜひぜひぜひコメントもいっぱいいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとう。さあさあ、いきます。では、続けて、このビーナフーガのメジャーデビュー曲になりました。
この曲を歌っていきたいなと思います。それでは聴いてください。スタート。子どもの頃に描き始めた未来、理想と違う自分が僕は怖かったんだ。焦りや不安に押しつぶされ震えるよって、ここにいる意味さえ僕らなくなった胸に手を当てて問いかけ続けたんだ。何度転んだって譲ればしないんだ。止めとない心の音、誰のために鳴らすのさ。 It's just like in this sky、 一人じゃ進めない、この手で掴むのさ。誰かの手を引くために It's just like in this sky、 一人じゃいられない。うまくいかないこと続いたら立ち止まって大きく息を吸ってまたやり直そう。答え探したって誰もわからないんだ。弱さ解き放って、もう怖くないさ。響かせ心の音、誰のために鳴らすのさ。 It's just like in this sky、 一人じゃ味気ない、その手で掴むのさ。誰かの手に捕まって、 It's just like in this sky、 一人じゃいられない。諦めようとしてた、でも無理だった。気づいていたんだ、分かっていたんだ。それが夢というから、止めたまえ心の音、誰のために鳴らすのさ。 It's just like in this sky、 一人じゃ進めない、この手で掴むのさ。誰かの手を引くために It's just like in this sky、 一人じゃいられない。It's just like in this sky、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでスタート聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。いやいやいや、皆さんじゃんじゃんコメントしていただいて大丈夫ですからね。はい、ありがとうございます。ということでこの曲なんですけれども、僕のメジャーデビュー曲となっております、このスタートね、歌詞も、本当にこれからの自分に向けて書いた歌詞でもありますので、気持ちを込めて歌わさせていただきました。ありがとうございます。さあ、ありがとう、最高、良かったです、スタート最高とか、ありがとうございます、コメントいっぱいありがとう、あ
ありがとうございます、ステーキとかね、メリークリスマスありがとう、パチパチとか、ありがとうございます、コメントたくさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいね、今どんくらいの方が見てくれてるの、結構コメントがすごいあね、月9のナイトドクターでいつ流れるかドキドキしてたのを思い出すと、いやこれ本当にいろいろありましたよね、何話に流れるんだみたいな話もありましたし、いや本当に僕もドキドキしながら毎回毎回見させていただきました、はい、さあということでね、メジャーデビュー、させていただきまして、本当に2021年はすごく目まぐるしく環境が変わった1年でもありました。そしてね、集大成となるね、12月の18日もですね、ファンクラブイベント、そしてクリスマスライブの方もね、19日にはやらせていただきました、はい、皆さん本当にね、来てくださった方々、そしてあの配信でご覧になってくださった皆様ね、ありがとうございました、ありがとうございます。いや、1年の終わりということで、あのクリスマスライブやらせていただいたんですけれども、ファンクラブイベントではですね、僕の、サンタの格好をねするつもりだったんですけれども、うちのスタッフからね、なぜかね、バルーンで作ったなんでサンタ下がトナカイで、なんかもうね、写真をみんなに見せてあげたいぐらいなんですけれども、すごくなんかこう攻めた、コスプレっていうんですか、衣装だったんですけれども、そちらも皆さんね、ファンクラブの方々は限定になってしまいましたが、楽しんでいただけたかなと思います。そして19日はクリスマスライブの方もやらせていただきまして、そこで初めて、今回12月の15日に配信されたこの世界中にメリークリスマス、これ今 BGM でも流れてるんですけれども、この曲を初披露させていただいた日でもございました、うん、そして皆様ね、ミュージックビデオの方も、まだ出たばっかりですので、三浦風雅とデートを楽しめるような、デートしてるような感覚になれるような、そんなミュージックビデオになりましたので、まだね、もしまだ見てないよって方いらっしゃいましたら、ぜひぜひぜひ見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、あ、コメントもありがとうございます、ありがとうございます。世界中にメリークリスマスに似合ってたのはね、ありがとうございます、素敵だったとかね、ありがとうございます、ありがとうございます、デートムービー最高とか、ありがとうございますね、ありがとうございます、ありがとうございますそうそうそう、そうなんですよ、いろいろとね、あ、コメントありがとうございます、ふがくん最高とかね、ありがとうございます、嬉しいですね。さあさあさあ、デートしたくなると、あ、ありがとうございますね、もうそう言っていただけるの一番嬉しいですね、本当にね。そのミュージックビデオの、撮り方とかも本当に、なんだろう、こうデートをしてるような感覚で撮りたいっていう監督の意向もあって、僕と、カメラマンさんで2人でなんかこういろんな場所行ったりとかしたんですよ。みなとみらいを歩いたりとか、だから本当になんだろう、素の三浦風雅というかが映ったんじゃないかなとかも思いますし、あとなんかムービー見ていただいた方には分かると思うんですけれども、ゲームセンターでね、本当にゲームをしてたんです僕、はい、本当にこうあるじゃないですか、この運転ゲームっていうかマリオカート、あれをしてて、本当に対戦4人でスタッフさんと僕等で対戦して本当に1位を取れたんです僕。そうで、その時のガチな喜びの瞬間をカメラに抑えられてて、で、それこそ多分一番の三浦風雅の素が出た、瞬間でもあるのかなと思っていますのでね、ぜひそちらの方を皆さんもね、注目しながら見ていただけたら嬉しいです。ちゃんと目線低かったんで、あ、そう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 、デートしてる感覚で撮らせていただいたんでたまに素出しすぎてませんでしたか。いや、そうなんですよ、なんだろう、ミュージックビデオとか撮影するときって普段結構気合い入れるんですよ僕。めちゃくちゃ気合い入れて、よし今日はこんな感じで撮るんだよな、ある程度こう予習復習して、あ、こんな感じだ、こんな感じだ、よしよしよし、こういう風にしてこう、こういうなんかこうかっこよく映るんじゃないかなとか、
なんかそういうのをね考えながらやってたんですけど、今回のその世界中のメリークリスマスのミュージックビデオはもうなんかある程度は決まっていたんですよ。ある程度、まあこんな感じ行きましょう、ここ行きましょう、ここ行きましょうみたいな場所は決まってたんですけど、何をするかとかっていうのはまだ決まってなかったの。で、当日にあのそのまま流れで場所に行きながら、あ、じゃあこんなことしてみましょうかとか、じゃあ2人でちょっとここ行ってきてくださいとか、もう本当になんかフリーな感じで、単純に僕その撮影をしてる感覚ってよりかはなんか普通に休日遊びに来たみたいな感覚で進んでいきまして、撮影が、だからね、素を出しすぎたというか、もう本当に多分単純に楽しんでましたそう、そんな感じのミュージックビデオに仕上がってますので、そちらもぜひですね、皆様チェックしていただけたらなと思います。はい、って感じですかね。ありがとうございます。あ、演技うまかった、ありがとうございます、ありがとうございます。さあさあさあ、ということでね、今年は全然ライブもちょっと少なかったんですけれども、来年も皆様にね会える機会をねどん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 作っていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆様、ライブだったりとか配信とかでね、やる際は遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで続いてなんですけれども、ちょっといろいろと告知させていただいておりました LINE ミュージックのキャンペーン企画をお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、こちらなんですけれども、世界中にメリークリスマスを1000回以上聞いてくださった方々の中から抽選で3名様にお電話を、生電話をさせていただくという企画でございます。で、この配信してる間でこう生電話させていただきたいなと思いますので、もう3名様、はい、ピックアップさせていただいております。では早速いきましょうか。では1人目いきます。つながってるかな。もしもーし、もしも。え？もしもーし、ミラムガです。え？聞こえますか？聞こえてる？聞こえます、聞こえます。おめでとうございます。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、すごい、ありがとうございますね。1000回以上も聞いてくださったんですか、まずなんかね、ちょっと聞き取りにくいんです。あ、聞き取りにくい？はい。あ、聞こえてるね、聞こえてるね、大丈夫だね。でゆっくり話すね。はい聞こえてますか？すいません、パソコンの方の画面見ますです。聞こえてる？すいません、パソコンの方の画面見ますです。あ、聞こえてます。あ、よし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 。ということでね、ありがとうございます。早速なんですけれども、ちょっと1分間しかつなげられないので。はい、はい、何か質問とかってありますか？今だったら何でも答えます。僕、質問、特にないですね。いつもね、インスタの方に質問させていただいて、はい、夢中ライブで答えていただいてます。あ、ありがとうございます。夢中ライブね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そちらの方もね、嬉しいですね。はい、はい、はい、ということで、まずはね、世界中のメリークリスマスを聞いてくださってありがとうございますということで、はい、引き続きまだ今日クリスマス当日ですから、まだまだいっぱい聞いていただきたいので、はい、ぜひぜひ今後ともミラフがよろしくお願いいたします。あ、はい、ということで、すいません、ちょっとお時間になってしまいましたので。あ、はい、はい、またお願いします。バイバーイ。はい、ありがとう。はい、ということで、お一人目、1分間ってちょっとね、あれ、ちょっと待って。 OKOKOK、 大丈夫か、ちょっとツイキャスが止まっちゃったみたいですけど大丈夫ですね。はい、戻りました、戻りました。はい、はい、いや、次行きますよ。次の方行っても大丈夫でしょうか。
ということで皆さんね、本当にちょっと急にねお電話させていただくので、何かミルフーガに言いたいことだったりとか、ミルフーガに聞きたいこととかもね、もしある方はね、ぜひぜひぜひ言っていただけたら嬉しいです。はい、ということで、ではお二人目いきますよ。もしもーし、もしもーし、もしもし、ミルフーガです。こんにちは。こんにちは。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、電波ちょっと悪いかな。どうだろう。かっこいいです。ありがとういきなりのかっこいいいただきました。ありがとうございます、はい、いや、まずは世界中にメリークリスマス1000回聞いていただき、はい、本当にありがとうございます。はいはい、素敵な曲ありがとうございます。すごく幸せな気持ちになれます。あ、よかった。そうやって言っていただけると本当に嬉しいです、はい、ありがとうございます。はい、今日まだクリスマスですからね、いっぱい聞いてくださいね。はい、まだまだいっぱい聞きます。よろしくお願いします。はい、何かミラフーガに質問とかってあったりしますか。質問っていうか、あ、札幌路上で、はい、札幌路上、はい、初めて生フーガくんに会って、あら、そして撮影機にフーガくんが入ってきた瞬間に見つけて、はい、マジっすか、走り寄って話しかけちゃいました。マジありがとうございます。すぐ笹田さんに止められてエレベーター乗って行っちゃいました。ありがとうございます。すいません、はい、札幌また行きたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。みんなで待ってますので、ありがとうございます。お願いします。ではお時間になってしまいましたので、はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。はい、バイバイ。ありがとうございます。はい、はい、ということで札幌の方でしたね。いや、そうなんですよ。つい最近札幌の方に行きまして、北海道ね、路上ライブをさせていただきまして、その時にお会いした方ですよね、多分ね。いや、嬉しいね。ありがとうございます、本当に。ね。ありがとうございます、ありがとうございます。いや、僕は、そして今日ね、25日じゃないですか。明日もね、路上ライブに行くんですよ。福岡。明日は福岡に行こうかなと思ってます。はい。なので、ぜひぜひぜひ、札幌だけではなく、福岡にも行きますので。もしお近くの方いらっしゃいましたら遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。あと一人ですよ、皆様。さあどうですか。その前に世界中にメリークリスマスをさ、この短期間で1000回以上聞いてくれてることにちょっと僕は驚きですよ、本当に。ありがとうございます。ではラストですよ。ラストお一人お電話かけていきたいと思います。それではいきます。もしもーし、もしもーし、もしもーし、どうもミラフーガです。こんにちは。こんにちは、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、配信中ですよね。世界中のメリークリスマス1000回以上も聞いてくださったんですね。はい、ちょっと頑張ります。ありがとうございます。じゃあちょっと僕から質問いいですか。はい。え、今日クリスマス何しますか。はい、今日はお家で家族となので、今からはいはい、鶏焼いて、チキン焼いて、チキン焼いて、いいね。ザ・クリスマスをねお過ごしされてるということではい、いいですね、嬉しいな。あれなんですけど、逆にはい、三浦風雅を知るきっかけとかってあったりします。何がきっかけですか。まあ、もうフーガーさんが上げてくださってた路上ライブの。ああ、マジで。はい、それで。ありがとうございます。はい、でこの前初めて、はい、路上ライブ行けて、はい、はい、また今度はぜひライブに行きたいと思ってるんで。あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひまた大阪来てください。あ、大阪で、ね、頑張ります。すいません、ちょっとお時間になってしまいました。はい、待ってます。ではではでは、ちょっと大阪絶対行きたいと思いますので、はい、ぜひ。ありがとうございました。ありがとうね。はい、素敵なクリスマスを過ごしください。バイバイ。メリークリスマス。メリークリスマス。
ということで3名行かせていただきました。ありがとうございました。以上になります。ありがとうございますね、いやほんとさ、ちょっと生電話ってさ、なかなかね、やる機会はないですし、しかもね、1分っていうね、限られた1分の中でこう何を話そうかみたいなね、準備があるから、僕自身もさ、僕がずっと喋ってるとさ、なんかもしかしたら言いたいことを言えないかなとか思っちゃってさ、なんかこう難しいんですけどね、はい、僕喋らせたら止まんないタイプなんでね。まずはでもね、当たった3名の方おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それではですね、続いてはこれね、あんまりちょっとな、怖いな俺な。いきますよ。続いては僕からの言葉のプレゼントということはい、これね、皆さんね、本当にね、事前にですね、皆様から募集させていただきました。三浦風雅に言ってほしいセリフを、募集させていただきまして、時間が許す限り紹介していきたいなと思います。はい、そしてあ、そう、このためにね、今日の衣装なんですけれども、ちょっとクリスマスデートをテーマに衣装コーディネートしました。こんな感じです。どうですか、ちょっとコートに黒のタートルネックに見て感じでございます。どうでしょうかどう、いい感じ。僕冬私服はさ、基本的に僕ストリート系っていうか、なんだろう、こうもっとなんかこうパーカー着たりダウン着たりとか、そういう普段はね、そういうストリート系の、ストリート寄りの服装なんですけれども、ちょっとクリスマスデートにちょっとなんかそういうパーカーとかダウンってどうなんだろうなっていうところで、ちょっと今日コートにさせていただきました。ありがとうございます。コート似合うね。ありがとう。かなりいい感じ。ありがとうございますありがとうございます。コート素敵です。ありがとう。あ、こちらのツイキャスのコメントでも、何着ても似合う、ありがとうございます。嬉しいですね。はい、 ありがとうございますね。こちらもそうそうそう、大人っぽい、そう大人っぽく今日はしましたよ。はい、これでなんかこう夜ディナーに行ったりとかできたらいいなみたいな。でちょっと帰り道なんかイルミネーションとか一緒に見ちゃったりなんちゃったりしちゃったりしちゃったりして、はいそんな感じを意識して、はい、このコーディネートさせていただきました。さあさあさあ、では行きますか。もう本当にね、自分で言ってね、鳥肌立っちゃうんですよ、僕。普段こんなこと言わないから。皆様からいただいた三浦風雅に言ってほしいセリフ、いきますよ。さあさあさあ、やっていきたいと思います。それでは、一つ目。ひろたんさんからいただきました。ずっと俺についてきな。ありがとうございますやばくないこれ、マジで。ずっと俺についてきな、もうすごいよ、もう全身今鳥肌ですよ、僕。こんなこと言わないからね。はい、ほんとありがとうございますってね、ひろたさん、ありがとうございますわーおーじゃないのよコメントでね、あ、そうそうそうね、本当に恥ずかしいよね、やめてください、本当に。僕が一番恥ずかしいですからね。はいはいはい。ありがとうね、ついていきます、ありがとうございます。それでは、時間の許す限りなんで、いきますよ、次。どんどん行っていきたいと思いますよ。もうこれ、逆にだってさ、みんなさ、言われてよ。これ言われてさ、本当に嬉しいのって思う。どうなんですかこれ、正直ね。え、笑うよね、ほら、ごめん笑うとか言ってる真面目に言われたらさ、まあまあまあ、行きますか、どんどん行きますか、すいませんすいません、はい、じゃあ行きますよ、次ユミ8
さんからいただきました。めっちゃ好きやで。ブルルって感じで。ねえ、ほんとにやばいよこれ。ほんとにちょっともう助けてくださいよ。もっとみんなさ、なんか、あ、風雅くんこれちょっとなんか言わなそうだなとかさ、言ったら鳥肌立っちゃいそうだなみたいなさ、とかさ、なんかそういうなんかちょっとねえ、あかん声出して笑うとかやめてください。ほんとにね、ほんとによくないよ。はいはい、いきますよ、次いきますよ。はいはい、いきますいきますいきます。もう時間の許す限りね、もうここはもう皆様からせっかくいただいたんで、読めるだけ読んでいきたいなと思いますよ。はい、それでは次いきます。かおりさんからいただきました。いつもありがとう、一緒に入れて幸せだよ。うん、決まりましたね。これもね、あのね、皆さんね、このカメラに映ってないと思いますが、スタッフの皆さん、あのみんなね、鳥肌立ってますからね。僕普段こんなこと言わないから。さあさあ、次いきますよ、次。次いきます。では、サッティさんからいただきました。ちょっと待って、言う前に鳥肌立つのやめてもらっていいですか。言う前に鳥肌立つのやめてもらっていいですか。サッティさんからいただきました。こちら。いつも頑張ってるね。ずっと応援してるよ。決まりました。ありがとうございます。決まりました。いただきました。言わなそうなのがいいよ。ありがとうございます。照れちゃうな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。キランが受ける。いや、いいんですよ。これなかったら地獄ですよ、ほんと。はい。おふざけなしで、いや、おふざけなしで言ってるよ。はい。ありがとうございます。決まってますよ。決まってます。決まってきてますよ。さあ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 。ではではでは、次いきますよ。次いきましょうか。カズさんからいただきました。この先もずっと僕と一緒にいてほしい。ありがとうございます。どうでしょうか。この先もずっと僕と一緒にいてほしい。いや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 、肺炎悪化しそう、笑うと肺痛すぎ、やめてください本当に。はい、やめてくださいね本当に。僕のせいでね、肺炎悪化するの良くないんでね。なんでか笑えるってね。いやいやいや、これだってあれですからね、この皆様からいただいたものを僕あの読んでるだけですから。はい、これはあのみんな笑ったらそれは失礼ですよ僕に。声出して笑っちゃうのね、本当に良くないよ、良くない良くない。さあさあさあ、時間の許す限りね、皆様からいただいたもの読んでいきたいと思いますよ。せっかくね、みんながね、こんなにたくさんくれたからさ、全部はちょっと答えられないんですけど、時間の都合上精一杯できるだけ答えていきたいなと思いますよ。はい、それではいきます。はい、まあいいか。レインボーレインさんからいただきました。こちら。明日二人でどこか行かない？どこへ行っちゃうのって話ですよ、本当に。マジで。ねえ、明日二人でどこか行かないってさ、もうどこ行っちゃうのって話ですよ、本当に。やめてください、まだお昼なんで。はい。あ、そういう話じゃないですよね。危ない危ない。ではではでは、ラストいきます、ラスト。はい。では、ラストどうしようかな。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、これいくわ。これめっちゃいいわ。リエコさんからいただきました。こちら。どこにいても俺の気持ちはずっとそばにいるから好きや。どういうこと？好きやってどういうことよ。もう本当にこれラストですよ、これラストでした。はい、ということで皆さんね、あの三浦風雅に言ってほしいセリフ、募集させていただいたものをですね、答えさせていただきました。本
当に鳥肌立ってしまいましたので、こういう企画はですね、もしかしたら今後一切ないかもしれないです、僕。なので本当レアだと思って皆さんね、今日見てくださってる方々は、僕からのクリスマスプレゼントということで、やらせていただきました。ということでありがとうございました。ありがとうございます。では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 、次の企画に行きますよ皆様。次の企画に行きます。続いては、行きますよ。三浦サンタの励ましクリスマスショー。ありがとうございます。はい、ということで皆様からですね、こちらも、今年一番悲しかったエピソードを募集させていただきました。はい、その中からこれはあんまりだなと思ったものを僕の方でピックアップさせていただきまして、僕の方から励ましていきたいなと思います。それでは何個かピックアップさせていただきましたよ。はい、ではいきます。こちらまずラッコさんからいただきました。このエピソード、入社して1年が過ぎ、プライベートでも仲良くしている大好きなスタッフさんが今月いっぱいで一斉退職してしまいます。これからまだまだ一緒に仕事していけると思ったのに悲しいと。あ、なるほどね。やっぱね、こう、まあ、年も終わりますし、1年が終わるタイミングでなんかこうね、区切りをつける方々もいらっしゃるかなというところですが、一斉退職ってちょっとこれ悲しいね。ね、プライベートでもさ、お仕事とさ、プライベートちょっと分ける人、まあ、多い方はいると思うんですけども、プライベートでも仲良くされていて、なんかそんな大好きなスタッフの方々が一斉に退職ねされるっていうことは、本当になんかもうぼっちになった気分ですよね。一人ぼっちになった気分だと思いますが、はい、そんなね、あなたをね、これはね、僕励ますしかないなということで、僕の方から一つ、これをすれば大丈夫だよっていうのを教えてあげたいなと思います。まず、携帯を持ってください。そしてミイラフーガ世界中にメリークリスマスと検索してください。するとですね、ミイラフーガの世界中にメリークリスマスが聞けますので、そちらを聞いて、あなたはもう一人じゃありません、僕が一緒にいますということでね。はい、ぜひミラフーガと一緒にクリスマスを過ごしましょう。そしてこれからも来年もお仕事頑張っていきましょう。ありがとうございます。ということでね、僕こんな感じでしかね、励ましはできないんですよ。はい、僕人間的に人を励ますとかっていうのはなかなか難しいので、ちょっと音楽を通してね宣伝やんとかで違う、宣伝ってわけじゃないから、違うんですよ。音楽を通してやっぱ励ましたいなっていう、やっぱその思いが強くて僕は、うん、何を言ってるのって言われましたけど、はい、いやでもね、本当に正直な話、一斉退職されてしまいますが、来年またこう別れがあれば新しい出会いもありますから、その新しい出会いに、期待して、頑張っていただけたらなと思います。はい、そしてちょっと心細くなった時は、僕の三浦風雅の音楽を聴いていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで次のエピソードいきましょうか。はい、これね、結構ね、みんなね、あれなんですよ、マジで悲しいやつとかあったりとかしたら、それはちょっと読めないんだけど、その中でもね、励ましたいなと思ったものいくつかピックアップしたんで、さあ OK です。ということでいきます。次いきます。こちら、ゆりさんからいただきました。すっごく気に入って買ったデニムが履けなかったこと、ダイエット頑張って励ましてほしいです。はい、こちらはすごくシンプル、僕から励ましていきたいと思います。ダイエット頑張ってありがとうございます。これはね、でも本当にね、僕もね、ダイエットね、やったりとかもしてますから、一緒に頑張っていきましょう、これはね。はい、ということで、これちょっとシンプルでしたね。はい、それでは次いきますよ。次ラストかな、ラストの方、
メロンパン、メロン、メロンパン子さん、はい、いただきました。息子が先週10年お付き合いしていた彼女に振られたこと、 F 学に誓いを歌ってもらう夢が一瞬にして消えましたということですかね。はい、こちらもね、僕の方から励まさせていただきたいと思います。息子さん大丈夫、必ずいい出会いがあります。それでは聞いてください、誓い。あのね、本当にね、大丈夫だから、大丈夫大丈夫、人生はね、いろいろありますから、あ、今じゃなかったんだなっていうタイミングですよ。本当に全てタイミングと運だと思っております。10年付き合ったとしてもですね、一緒にいないということはその方じゃなかったんだなって、ただそれだけです。大丈夫大丈夫、次行きましょう次ということでね、皆さんね、他にもね、いろいろたくさん多かったんですけれども、一番多かったのは多分ライブに行けなかったとかいう方々が多かったです。やっぱ今年はなかなかこういう時期でね、ライブに足を運べなかったとか会いに行けなかったっていうことがたくさんあったので、来年は僕の方もいろいろいろんな場所でライブしたいなと思っておりますから、精一杯頑張っていきますので、皆さんもぜひぜひ会場に足を運んでいただけたらなと思っております。皆さんに来年はいいことが起きますように願いながらね、僕も生活して歌を届けていきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたしますということで、こちらの企画ありがとうございました。ありがとうございます。はい、スタッフから皆さんにお届け物です。ご協力お願いします。あ、はい、わかりました。ではこちらをご覧ください。はい、本日三浦風雅さんを占わせていただきます、占い師霧島総帥と申します。よろしくお願いいたします。はい、でですね、先ほどこの三浦風雅さんの生、年月日をですね、ちょっと拝見しまして、そちらから、少し個人の性質だったりとか、まあ、運勢運気的なものをちょっと分析していったんですけれども、まあ、まずご自身の性質っていうところでいきますと、まず一言で言うと非常にマイペースだなというのが挙げられます。自分の道を行く、自分のペース、自分の思ったことをやり抜いていくっていう、非常に強い、そういったご自身の、まあ、自我といいますか、持ってる武器で戦っていくっていう自信と、そこに向ける努力の強さっていうのが見受けられる、非常に、頑張り屋さんでストイックな、ところがあるというふうに見受けられます。一方で、自らこう他人の力を借りるっていうのに対してちょっと不器用な部分がおそらくありまして、誰かに頭を下げるとかお願いをするっていうところが少し苦手なところがあるのではないのかなというのはちょっとお見受けいたします。今後ですね、運気的なところで言うと、特にこの2022年、仕事の流れなんかも非常に運気良かったですけれども、結構ご自身の周りに関わってくる人っていうのが、やっぱり力を持ってらっしゃったり、ご自身の持ってない視点を持ってらっしゃったりっていう部分で大きなヒントを与えてくれたり、あるいは仕事の成功に導いてくれるという、部分のウェイトが非常に多いので、はい、そういった方の、協力を惜しまず、動いていただくっていうのが、一つヒントに、来年の動き方のヒントにはなるのかなというふうには思います。逆に言うと、例えばちょっと失礼を働いてしまったり、不義理なことをしてしまったりっていうのになると、それがやっぱり引きずってしまったり、今後の評価になってしまったりっていう部分もやっぱり少なからず出てきてしまう可能性もございますので、その点はご注意いただければなと思います。はい、特に先ほどの仕事の話で出てきたところでいうと、9月10月あたりは、そのあたりの、落とし穴には注意というところで、思っていただければいいかなと思います。はい、で恋愛の方にも通じるんですけれども、
まあ、来年のっていうところでいくと、やっぱりその自分のやりたいことっていうのを貫いていくっていう、そういった、1年っていうね、思いが非常に強い部分だとは思いますので、その点は、おそらくそこをベースに支えてくれる人だったりとか、一緒に何かを頑張れる人っていうのが、絆が深まっていくという、思いが強くなってくるかと思いますので、まあ、そういった部分を仕事のパートナーだったり信頼感っていう観点から、結びつきが強くなってくると思いますので、ぜひ、そのあたりも自然に、仲が深まってくればおそらく、思いも強くなってくるかなと思いますので、ぜひ頑張っていただければなと思います。そうですね、ありがとうございます。でやっぱりその体調的なところなんかで言いますと、はい、決して無理が効くような性質ではおそらくないかなとは思います。体力的には、まあ、虚弱とまで言ってしまうとちょっと言い過ぎですけれども、少しストレスだったりとか、うん、まあ、連日連夜のこう、活動っていうのに少し、体としては弱くなりやすい傾向は少し出ておりますので、どちらかというと動くときはすごく集中してものすごく頑張って動いちゃうっていうのは、はい、スイッチが入ると出てくると思うんですけれども、逆にその動かなくていいときをいかに効率よく休むか、いかにリフレッシュをするかという点を意識していただくと、1年間安泰の、ボディを作っていけるのではないかなと思いますので、はい、ぜひ休むときはゆっくりと休んで、はい、しっかりとリフレッシュして、でその間にたくさん楽しいものを見たりとか、いろんな面白い体験をしたりっていうところで次につなげていただくとよろしいかなと思います。ありがとうございます。はい、ということで占いをしていただいたということで、そうか、なるほどね。僕も占いは実はね、知ってる方もいらっしゃると思いますが、ミラスゴという番組で一度占いをしていただきまして、まさに当たってることがほぼですよね。はい、ただ9月10月が落とし穴っていうところ、なんか僕単純にここにしか僕なんかもう怖さを覚えているんですけども9月10月はだから絶対ね、なんかライブとかは絶対入れないでもらってもいいですか。それだけは9月10月はわかんないですねはいはい、ありがとうございます。これね、嬉しいです ね、占いありがとうございました。本当ありがとうございます。皆さんも占いぜひ行ってみてください。よろしくお願いしますね、そうそうそう、あ、コメントありがとうございますね。リフレッシュも大事とかね、当たってる落とし穴気をつけて、慎重になってという意味でとかね、占いすごいね、当たってる、そうだよね、当たってるよね、そうね、休まなきゃいけない時に夜中にカレー作ったりするから、すいませんそれは、ね、失礼いたしました恋愛の部分が一番ね、暖房になったわとか、耳がね、うん、聞きたくなったとかね、はい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 、ありがとうございます、ありがとうございます。そうね、まあでもね、来年もいろいろと、動き出しているものもたくさんありますし、精一杯今年よりも来年と頑張っていきたいなと思っていますので、ぜひぜひぜひ皆様も体には気をつけて一緒に頑張っていきましょう。はい、それではここで三浦風雅の今後の活動予定をお知らせいたします。ということで、まずは今日ね、ラジオ情報、本日8時半から FM 横浜さんのスタートラインという番組にゲスト出演させていただきます。こちらなんですけれども、なんとなんとなんとこちらね、生歌唱させていただきますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。ガチで歌うからね、ガチで歌うんで、皆様ぜひぜひぜひ本日8時半から20時半から FM 横浜のスタートライン、ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。そして続いてはライブ情報です。2022年2月26日ミラフが路上ライブの旅、終着点絶対に止められない1時間の路上ライブ、こちらですよ皆様。5時から渋谷ストリームでやることが決定しました。ありがとうございます。
もう重大発表でございますよ皆様。こちら2020年2月26日、まあ僕が今行っております路上ライブの旅というものをねやらせていただいております。今は京都に行ったり名古屋行ったり大阪行ったり、この間北海道行ったり千葉行ったりとかねいろいろしてきましたけれども、そちらの終着点なんと渋谷ストリームということで、こちらぜひね僕ね2000人ぐらい集めたいなと思ってるんですよ。もうマジでもう渋谷ストリームとかもうの尋常じゃないぐらい人を集めて、三浦風雅ってやつやばいなって思わせたいので、そのために全国路上ライブの旅も行っておりますので、ぜひ皆様ねあのこの2月26日は絶対開けていただいて全国から東京に来ていただけたらとても嬉しいです。そしてあの皆様もぜひお友達だったりとかお知り合いにもですねあの三浦風雅を広めていただけるととても嬉しいです。もうね本当にね本当にこちら新しい新たな三浦風雅のチャレンジですので、みんなと一緒に、最高の思い出にできたらいいなと思っておりますので、ぜひこちらも無料で見れますので皆様ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。そして何よりも本日のメインのクリスマスプレゼントでございます。皆様見てくださった皆様にクリスマスプレゼント初解禁情報でございます。ミラフがなんと2022年1月12日にサードシングルキャンバスを配信リリースいたします。はい、ありがとうございます。そしてねここで早速皆様にプレゼントですよ。キャンバスのティザー映像皆様にご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで皆様ティザー映像いかがでしたでしょうか。どうだった、すごい、来た、おめでとう、やった、泣きそう、嬉しい、ありがとう、かっこいい、ありがとう短って方もいますね、はい、えってね、いやいやそれはそうですよ、ティザー映像ですから、はい、それそれそれ。そしてあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。まずはねクリスマスこんなお昼にね配信を見てくださって集まってくださって本当にありがとうございました。来年は今年よりももっと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 飛躍できるようなそんな年にしたいなと思っておりますので、まずは1月12日、キャンバスをリリースをね、きっかけにそこからどん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 頑張っていきたいなと思っております。引き続き皆様三浦風雅の応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてね、今日、なんといっても、12月25日、クリスマスですよ。クリスマス。皆様もうね、ご存知の方いらっしゃると思いますが、僕なんですけれども、横浜駅に、今この BGM で流れてる、世界中にメリークリスマスの曲を記念してですね、みなとみらい線、東横線のところにこのポスターが貼ってあります。特大ポスターが。こんな感じで。はい、こんな感じのが貼ってありますので、みなとみらい東横線の改札の中に貼ってあります。この配信が終わった後ですね、僕ちょっと横浜に行って最後写真撮りたいなと思っておりますので、ぜひお時間ある方横浜にいてポスター前にいてくだされば僕も行けますので、一緒に写真でも撮りましょうはい、ということで皆様ね、今日は本当にクリスマスなのに集まっていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。三浦風雅でした。メリークリスマス。バイバーイ。